バウンティーは日本のビジュアル系ロックユニット2007年に結成され2010年に活動を休止した所属レコードレーベルはソルブレードファナティッククライシス解散後に作曲家の道に進んだカズヤとソロ活動を展開していた葵が事務所の紹介で出会い2007年3月に結成されるその後5月5日に 渋谷ルイド K2 で初ライブを行う。2008年2月14日、初音源となる配信限定シングル、Coming Brand New Days をリリースする。同年4月23日にファーストアルバム、t r i バ a l 12月3日には、ファーストシングル、Black Out をリリースする。その後、互いにソロワークを行いつつ、2009年4月15日に、セカンドシングル、Love s ト e 同年7月15日にセカンドアルバム、アタックをリリースしたが、葵が喉の不調からライブ活動を休止したことに伴い、2010年にバウンティーも活動休止を発表した。カズヤは、ユニットという形態を選んだことについて、バンドの形態にこだわらない、フレキシブルで自由な発想の音楽をやりたかったと発言しており、実際にバウンティーの楽曲は、 ハードヘビーな楽曲からポップでメロディアスな楽曲まで幅が広い。一方で多彩な音楽性の根底にはメロディが大事という信念があり、そのメロディはバークスの登場吉江からコスメの CM ソングが似合いそうと評されるほどキャッチーである。カズヤはひたすらスピード感を目指しつつ少し切ないメロディが入っているような曲に惹かれると発言しており、楽曲制作において 泣けるメロディと、続々心拍数が上がる感じを重視しているという、カミングブランニューデイズプリズム。ありがとうございます。